こんにちは、インフラエンジニアのゆりたです。今日はですね、SaaS について、説明をしていきたいなと思います。イヤース、パース、SaaS っていうのがよく3セットで聞く言葉なのかなというふうに思うんですけれども、その中の SaaS っていうのはソフトウェア・アドザ・サービスと呼ばれているものになります。で、一言で言うとですね、ソフトウェアを、貸し出すサービスのことを言います。で、SaaS っていうのがイヤース、パース、SaaS の中で一番上位層にあるものですね。イヤースっていうのはインフラ部分なので仮想マシンが、サーバー自体を貸し出すサービス。パースっていうのはそのサーバーの上にアプリケーションだったりを実行する環境を貸し出すサービス。で、SaaS っていうのはさらにアプリケーション実行環境の上にアプリケーションが載ったものを、貸し出すサービスのことを言います。なので、契約すればすぐ使えるものって言ってもいいかなというふうに思います。で、代表なところだと、Gmail とかだとメールをすぐ使えるようになったりしますね。で、Office 365、メールとかもいろいろありますけれども、例えば Office の Excel ソフトだったり、OneDrive だったり、あと Teams とかですかね、チャットサービスとかっていうのも、これはクラウド上で、ウェブ上で動くことができるっていう、SaaS に当たるものですね。ソフトウェアを貸し出しているものです。で、ドロップボックスとかもそうですね。クラウド上に、ファイルを、クラウド上を、ファイルサーバーとして、使えるようなものですね。いずれも、本来であれば、オンプレミスというかですね、自前で用意しないといけないものを、その業者が、メールサーバーだったり、オフィス365はいろいろありますけれども、あと、これはファイルサーバー的なものですね、っていうのを業者が作ってくれたのを、僕らがそのお金を払って借りるっていうサービス。そういうモデルが、この SaaS に当たるものになります。で、特徴、他の特徴としてはですね、ソフトウェア、保守などは、業者が管理しますというところなので、もちろんこの、例えば、Gmail ですね、ちょっとこの中身何で動いてるかわからないですけども、おそらく多分、センドメールとかポストフィックスっていう、そういう、なんですかね、OSS というか、そういう、巷で使われているミドルウェアを使っておそらく作られているものだとは思うんですけども、そこら辺のバージョンアップだったり、脆弱性が出た時の、緊急的な対応っていうのはその提供している業者が行うような、行うっていうルールというか行わざるを行うものになります。で、デメリットというかですね、その反面細かなカスタマイズは難しいというところで、イヤースですね。であれば、自分で、ミドルウェアとかも、入れて設定することができるので、とてもカスタマイズ性は高いですけれども、パースはさらに低くなりますね。ある程度の、セットの中から選んでください。SaaSはさらに、カスタマイズっていうのが難しくなっていますね。そもそもそのミドルウェアに対する設定っていうのはほぼできないようなもので、各ユーザーの設定っていうのが許されているような感じですね。っていうところで、どんどんカスタマイズ性っていうのはその上位層になるなるほどできにくくなっているっていうのが特徴かなというふうに思います。というところでですね、今回の動画は以上になります。ではご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。